それではイントロダクションという微分形式ということで、ドラームコホモロジー論の主役になっている微分形式について、紹介していきます。ですごい微分形式のすごい厳密な話をするわけではなくて、自分が持っている大体の微分形式のイメージと一緒に話していくので、そうですね、厳密な話はしないので、ちょっと目をつむるところが多いかもしれませんが、お願いします。で、微分形式とは何かというと、大体ですね、空間上の密度のようなものだと思ってください。どういうことかっていうと、今から説明していくんですが、積分っていう操作がありますね。こうなんか、空間があったらその上で関数を積分するっていうことが、微積でよくやってきたわけですけど、なんかこう、積分をすると数が出てきますね。今、その積分されるものを密度だと思ってやれば、密度を積分するとこう質量が出てくるっていう、大体そういうものです。ちょっと例から見ていこうと思うんですが、例えばですね、こう、針金、R っていうものを考えます。こう数直線をなんか針金だと思ってください。でその上で何か質量を測りたいとしましょう。例えばこう x イコール0っていうところから x イコール L っていうところまでの、L メートルの長さのところにある、針金の質量を測りたいとしましょう。でこの時もし針金が均質、例えば1メートルあたり c グラムっていうふうになっているんだとしたら、質量っていうのは、積分するまでもないですけど、密度かける長さということで CL グラムになるわけですね。なんですけど、一般には針金っていうのは不均質なので、なんか密度がこう高いところがあったり、密度が低いところがあったりするわけですね。なので、一般にはその、こう C かける L というふうにはなっていなくて、なんか密度関数 FX っていうのを持ってきて、FX をこう0から L まで積分した形で、質量を求めるんでした。で、微分形式っていうのはこれのことだと思ってください。なんかこう、積分記号を引っ掛けると何か数が出てくる。そういうものですね。だからその空間の上の何か、ここに密集しているとか、ここにはちょっと薄いとか、そういうのを表している、なんか密度分布のことです。で、今はこういうふうに数直線上の話を、一次元上の話をしたんですけど、こういうのは二次元でも考えられるというのを次に話していきます。例えば、こう、平面 R2 を考えましょう。それはなんかこう、鉄板だと思ってください。なんか、鉄板があって、それの質量を測りたいというふうに考えます。でそういうときにはですね、まず先に考えつくのは、こう、面積密度ってやつですね。なんかこう、平面全体から、ここだけっていう、この二次元図形を、S っていうのをこう切り出してきて、その二次元図形をこう、鉄板辺だと思ってやって、それの質量を測りたいというふうになったら、どういうふうにするかといったら、こう、やっぱりこう密度関数 F っていうのがあって、こう F っていう関数を積分するんだけど、今はこの F×DXDY っていう微分形式があると思ってやって、それに積分記号を引っ掛けるというふうに考えます。とにかく何か、密度分布を表す関数があって、それを積分して、S 上で積分して質量が出てくると。そういうものですね。まずこういうものが考えられると。なんですけど、これは二次元上では、もう一個考え方があって、この今やったのは、こう二次元図形を切り出してきて、それの質量を測るということだったんですけど、もう一個考えられるのが、こう鉄板なんだけど、鉄板からこう薄いとか細い針金を切り出してきて、その針金の質量を求めたいっていう時も、あるとしましょう。そういう時には、この面積密度、FDXDY っていう形のものは、ちょっと形が悪くて、DXDY っていうのはこう二次の微小量なので、こう二次元で積分すれば、こう DXDY 消えてくれるんですけど、一次元上で積分しちゃうと、微小量が追っつかなくて、面積密度を積分しても、曲線というか針金の質量は出てこないわけですね。なので、別の形の密度が必要になります。それが線密度というやつで、こう GDX 足す HDY という形の、一般にはこういうふうに表される、ものですね。これを、こう、針金ガンマ上で積分してやると、その針金の質量が出てくるというふうになってます。つまり、この平面上にある密度分布っていうのは、こう、二次元図形用の、密度と、一次元図形用の密度って二つあるんですね。で、今これのことを、二形式とか一形式っていうふうに呼ぶことにしましょう。この二とか一っていうのは、この何次元の図形用の密度ですかっていうものを表すものだと思ってもいいし、あるいはこの DX とか DY がいくつくっついてるかっていうのだと思ってくれてもいいです。
で、今は、まあ、1次元とか2次元の図形上で話したんですけど、これらの一般化として、球形式、っていうものが考えられます。9次元図形上で積分されるべき微分形式ですね。まあ、なので、まあ、そういう、こう、何か、質量を測りたいときに、それの元になっているものっていうのが微分形式だと思うことができます。で、今ですね、こういうふうに微分形式のを考えたんですけど、単なる関数 f っていうものは、まあ、0形式だと見直しておくと、まあ、便利です。つまり、こう、dx とか dy が0個くっついてると思ってやって、関数自体は、まあ、その0次のものだと思ってやるわけですね。で、この時、微分形式には、外部運っていう操作が考えられます。まあ、それは、関数に対しては全微分だと思っていただければいいんですが、まあ、全微分の一般化ですね、だと思ってください。どういうものを考えるかっていうと、R2 上では、こう、f っていうゼロ形式があったら、その全微分、まあ、外微分 df っていうのは、まあ、こういうふうに定義すると。まあ、よく微積で出てくる形だと思います。まあ、その f の、f がこう、どういうふうに微小的には変化するかっていうのを表す、量が、まあ、df と呼ばれるものですね。で、こういうものがあったんですけど、これを微分形式、一般の微分形式についても定義するということですね。例えばさっき出てきた1形式 GDX プラス HDY っていうのは今オメガと置いてあって、こういう1形式に対しても全微分の拡張外微分を考えると、例えばどういうふうにするかというと、こう D オメガっていうのはこの DX とか DY の前にひっついてる関数ですね、この関数 G とか H を全微分してこういう形のものを取ってやると、まあ、そういう計算をします。まあ、今そういうものだと思っていただいて、でここで注目するのが、この dg×dx とか dh×dy っていうのの中に掛け算が出てくるんですけど、その時の計算規則としてはこういうものを考えるというふうにしてください。まあ、dxdx は0とか、dydy は0とか、dxdy はこう入れ替えるとか、いうものを考えます。まあ、今はちょっと、これの意味っていうのは説明するにはちょっと時間がないんですが、まあ、大体気分としては、この一番最後の dxdy がマイナス dydx になるっていうのは、なんか、積分する領域のこう向きを変えてるものだと思ってください。で、あとはこう dxdx が0とか dydy が0っていうのは、なんていうでしょう、こういう dx×dx とか dy×dy って積分では出てこないですよね。積分するときは必ず違う座標が入ってるので、そういうその積分の際に意味が考えられないものについては、こう0にするというふうに、まあ、解釈していただければいいかなと思います。で、まあ、こういうものを、考えます。まあ、そうすると、この d オメガの計算結果でどうなるのかっていうのが、ちょっと気になると思うので、まあ、それを計算してみましょう。計算をしてみると、d オメガっていうのは、dgdx プラス dhdy という形だったんですけど、この dg と dh っていうのは、まあ、それぞれ関数の全微分なので、こういうふうに、計算が開けて、で、分配法則でばらしてやって、で、こう、積分に出てこない意味のわからないものは全部0だと思ってやって、で、dydx ってのがあるので、それをマイナス dxdy とすると。で、そうすると残る項っていうのは dxdy でくくれるので、それをくくりますということです。まあ、後で計算を持っていただけるといいですが、こういうふうにして計算ができます。まあ、なので、オメガっていう1形式を、まあ、外部分 d を取ると、まあ、2形式になる。こういうふうな2形式になると。いうふうなことがわかります。で、同様にして、まあ、こんな感じの計算ですね。前にひっついてる関数を全微分して、まあ、計算規則にのっとって計算していくっていうことを使って、同様に、まあ、一般の球形式の外微分っていうのも考えることができます。ちょっと急に外微分っていう意味のわからない話をしているんですが、少し我慢をしてください。外微分の著しい性質として、2回外微分をすると0になるっていう性質があります。それはどういうものかっていうと、例えばその、R2 上の0形式、関数を、外微分するってことを考えてみましょう。それをやってみると、例えばその、F にこう2回外微分を続けてやってみるっていうのは、まず1回目の外微分、DF っていうのをこう、計算してみると。まあ、全微分ですね。で、こういう形の1形式の外微分っていうのはさっき、計算結果が出てきたので、まあ、そこに当てはめてやると実は、こういうふうになります。
F の Y 変微分して X 変微分っていうのと、F の X 変微分して Y 変微分するっていうものですね。そういうものの引き算が出てくる形になります。で、今、さっきからその F とか G とか H には何も条件化してなかったんですが、まあ、常識的な範囲でリスキー分をしたいというふうに考えるので、まあ、F は十分滑らか、シンフィニット級としておきます。でそうすると、こう、変微分の順序って、まあ、微積で交換できたので、まあ、引き算すると0になると。いうことで、まあ、なんかよくわかんないけど導入してみた外微分っていうのは、一般にも D を2回やると0になるっていう、まあ、そういう性質が実はあります。で、最初なんか、微分形式は積分されるものですというふうに紹介をしたんですが、まあ、それはどこにいたのかと。いうことなんですが、実は外微分っていうのは、積分とも深く関わっていて、ストークスの定理という、定理の形で、実は、まあ、綺麗な対応が知られています。まあ、今回これは証明はしないんですが、気分だけお話ししたいと思います。M っていう、N 次元の図形を考えます。だから、N が1だったら、まあ、曲線。N が2だったら曲面だと思ってください。で、その M の上のオメガっていう N-1 形式を考えます。1個、次数が低いやつですね。そういうものを考えるときに、実はこの次のような等式が成り立つというのが、ストークスの定理です。それはどういうものかっていうと、オメガっていうのは N-1 形式なんで、N 次元図形上では積分ができないんだけど、オメガを外微分してあった D オメガっていうやつは、N 形式になるわけですね。N-1 形式を外微分すると N 形式になると。なので、D オメガっていうのは、M 上で積分ができるわけですね。なので、まあ、積分してみましょうと。いうことで、D オメガを M で積分したものがあります。で、これっていうのは、実は、ストークスの定理によると、オメガっていうのを、デル M、今から話すんですが、M の境界上で積分した値と、実は一致するというものです。今、M の境界っていうのが出てきたんですけど、それは何かというと、例えば、M っていうのが、こういう、曲線だとしたら、この始点と終点のところ、この2点がデル M だと思ってください。で、もう1個、その M では例えばこういう水たまりみたいな、二次元領域だとしたら、この縁の部分にある曲線、これが M の境界だと思ってください。で、そうすると、例えばこの上の例で言ったら、M がもし1次元の図形だったら、M の境界っていうのはこう0次元の図形になってるわけですね。だから1個次元が下がってると。し、この M が2次元の領域だとしたら、こう、デル M っていうのは、こう、1次元の領域、図形になっているということなので、M がもし N 次元の図形だったら、デル M、M の境界っていうのは N-1 次元の図形になります。なので、オメガっていう N-1 形式をそのまま、M の境界上で積分することができます。まあ、それがこの右辺の意味です。なので、まあ、で、そういうその N 次元、図形上の積分と N-1 次元図形上の積分がこういうふうに綺麗な対応があるよっていうのがストークスの定理と呼ばれる結果になります。まあこれはこれで綺麗だなと思っていただいてもいいんですが、一応具体例をお話ししておくと、これは微積分の重要な結果の統一例になっているという見方があります。例えばですね、N イコール1からこう M がなんか、例えばこう A から B の区間だと思っていただくと。いうふうにすると、それは微積分学の基本定理を含んでいます。そうですね。M っていうのを A から B までの区間だとして、で、今、なんかちょっとごめんなさい。これは、すいません。積分の中身が、ちょっと形が変なんですが、ここ FX って書いてるんですけど、これは F の微分だとしてください。F の微分を、積分すると F になるというのが微積分学の基本定理ですね。で、まあ、よく考えて、書き下してみると、実はこういう形になっていて、要は積分って何かって言ったら、F の原子関数を求めて、それの単点での値を引き算するっていうものですね。だから、本当は、区間上の全ての値を見なきゃいけないはずなのに、その単点での値の引き算を使って、つまり、境界上での情報だけで積分が決まってしまう。まあ、そういうのが微積分学の基本定理ですけど、そういう結果を含んでいるということです。だから、なんか図形上で積分しないといけないのが、その境界だけに、
話が収まってしまうということですね。で、もうちょっと微積分をやってる方だと、グリーンの定理っていうのを知ってると思うんですけど、まあ、N イコール2の時はそれになってます。なんか、こういう形のやつですね。先もしかしたら、差しのいい方は、さっきの概要を見ていて気づいたかもしれませんが、オメガっていうのを、こう、GDX プラス HDY っていう形のやつだとしてやって、まあ、M を二次元領域とすると、こういう形の積分っていうのが、境界上での積分に位置すると。まあ、あまりちょっと詳しくは説明しませんが、こういうことが知られています。これが、ストークスの定理というものです。なので、外微分っていうのは、その、積分と一見関係ないんだけれども、実はストークスの定理を通じて、実は深く、微分形式の積分と関わりがあるという注意でした。で、ここまでのまとめ、プラスアルファを、しておきます。まあ、今、その微分形式っていうものを導入して、まあ、それは密度みたいなものだと。つまり、その積分をすると数が出てくるものだという説明をしました。で、その積分して何が嬉しいんだっていうことはあるんですけど、まあ、一つはその積分っていうのは、こう、大学初年度でやるぐらい、基本的な計算だということ。で、プラス、その積分をすると数が出てくるっていうのも嬉しいことですね。数っていうのは扱いやすいと。数じゃない、なんか空間自体っていうのは扱いづらいんだけど、数っていうのも基本的にはまあ足し引き掛け割りをするような、簡単に扱えるものなので、そういうその実感のある計算ができるっていう点で、微分形式っていうのは、まあ、良いものだということです。まあ、少し抽象的な概念ではあるけれども、良い概念だと。で、二つ目にお話ししたのが、微分形式には外微分っていう操作があって、まあ、それが関わる、積分に関わる基礎の結果として、ストークスの定理があるというお話を今しました。で、一旦ちょっと休憩を挟みたいと思うんですが、さて、ドラムコホモロジーとは何かというと、空間上の、ある微分形式たちがなすベクトル空間のことになります。だから最初にコホモロジーを説明したときに、なんか、空間の解像度を落としたいっていう気持ちがあったんですけど、そのドラムコホモロジーがしてるのは、その微分形式っていう、まあ、微積分によく関わった概念を使って空間の解像度を落とそうという試みをしているということですね。で、今日は少しだけ簡単な空間だけになるんですけど、そのドラムコホモロジーの計算を後でしてみたいと思います。今ちょっとツイッターを見ているんですが、そうですね。微分形式を積分されたがってるっていうのは、本当にそうですね。だ最初僕はなんか微分形式、なんか勉強した時のことを、まあ思い出してきたんですけど、なんか、関数でいいじゃんって最初思ったんですね。なんか DXDY とか最初からつけずに、こう積分記号と DX がセットで積分っていう操作だと思ってたんで、関数が積分されるものだっていうふうに最初は思ってたんですけど、なんかその、関数プラス DXDY っていうのを一つのものだと思うっていう、なんかその発想は結構自然ではあるけど、こう偉いなっていうふうにこう勉強していて思ったという記憶があります。はい。じゃあそしたら、次のお話に移っていこうと思います。まあ、ここまででそのコホモロジーを計算したいっていうのと、あとは微分形式ってなんだっていう話をしたんですが、それで、今回の話のメインとして、ドラームコホモロジーの、まあ、定義と少しの計算をしたいと思います。